アバンチューダージョーギアは、カナダ出身の俳優、歌手、ダンサー。米ニコロデオンのシットコム、ビクトリアスでのベックオリバー役で知られる。バンクーバー生まれ。イギリス人を両親とし、一部、インドの系統を弾く。10歳の時に、学校の芝居に出演して、以来俳優を目指すようになり、トリントントレーニングなどで、演技指導を受けながら、2006年には、映画あライグメ。 ザグウェン・アローホストーリーに主人公の弟役として出演した。2008年にニコロデオンのジム・ティーチャー・ザ・ムービーに主要キャストとして参加し、後に同曲のスペクタキュラーにも出演した。2010年から始まったビクトリアスではビクトリア・ジャスティス演じる主人公の友人役として初めてテレビドラマのレギュラーを獲得した。2011年には 異性愛の若い男性に向けた LGBT の若者へのいじめ、差別に関するキャンペーン、ストレートバット・ノット・ナローを立ち上げた。2013年に ABC ファミリーのテレビドラマ、ねじれた疑惑で主役を演じた。2014年8月には、スパイクのミニシリーズ、ツタンカーメン呪われた王家の地で、タイトルロールのツタンカーメンを演じることが発表された。2017年には、 ビクトリア・ジャスティス主演の劇場映画ザ・ウツカーツに出演し、ジャスティスと再共演した。ありがとうございます。